こんにちは、アニです。今日はですね、ウルトラマン X のデラックス X デバイザー変身セットで遊んでいきたいと思います。ウルトラマン X がね、変身するときに使う道具なんですけども、まあ、この単体バージョンのものと、あとこの、なんだ、サイバーカードとウルトラマン X がね、これが付属しているものと、2バージョンあるみたいです。で、僕はね、この全部セットになってるやつを買いました。パッケージの裏側はこんな感じで説明がね、いろいろ書いてあるんですけども、結構ね、いろんなモードがあるので、これは遊びがいがありそうですね。いやこれは楽しみだな。初めてウルトラマンの変身アイテムみたいなの買った。よいしょ。ここが斜めになってるのはニンニンジャーに似てますね。いきますせーの。お、あここにね、ソフビが入ってる。よいしょ。はい、X のソフビがまずね、この中に入ってて、これはこれでおしまいかな。で、次が本ちゃんだね。せーの。はい。おまずはこれ、サイバーカードとあとチラシ、ウルトラマンに会いたい、あ、これウルフェスってやつかな。昔ねウルフェスね行ったことあるんですよ。何年ぐらい前だろう、5年ぐらい前かな。サンシャインに行って、でなんか写真撮ったりとかしたんですよね、子供が。その時はね、ウルトラマン全然興味なかったからなんかいろいろ見たのは覚えてる。で、変なお部屋で中身を出すとこんな感じで、 X のソフビ、あとサイバーカード、これが3枚入ってるのかな。ちょっと開けます。サイバーカード3枚で、ウルトラマン X、 サイバーゴモラ、サイバーエレキング、この3枚ですね。で、このね、カードはプラスチックで結構硬い、固めなプラスチック、これはへたれなさそうですね。裏面はこんな感じで、ウルトラマン X、マルチデバイス X デバイサーに自らの魂を宿したウルトラマン。で、45m、45,000トン、強力な電磁波と光のパワーをシンクロさせたサナディウム光線を放つ。こんなことが書いてありますね。で、ここに番号が振ってあって、タイプ U。で、ここになんかマークがあって、これはなんだろうね。QR コードが入ってます。次はサイバーゴモラで、これがまた001でタイプ G。古代怪獣ゴムラモチーフに作られたサイバー怪獣だ。で、40m2万トンかな、100,000万2万トンだね。オリジナルのゴムラは強力なパワーであらゆるものを叩き壊せるってな感じなんだけど、気になってるのはこのタイプ U と G、 あとここの番号が001001、これはウルトラマンだから U なのかな。じゃあ G は何だろう、ちょっとわかんない。もう一個見てみます。もう一個サイバーエレキン、これもタイプ G で、これは10番ですね。宇宙怪獣エレキングをモチーフに作られたサイバー怪獣だ。53m2万5000トンで、オリジナルのエレキングは尻尾で巻きつきながら50万ボルトの電流を流せるとのことですね。で、これはまあタイプ GG ってなってるから、多分怪獣系がタイプ G なんだろうね。で、1番からスタートで、まあ、エレキングは10番ということですね。うん、ウルトラマンは、まあ、ウルトラマン X が1番っていうことでしょう。このタイプはちょっと気になりますね。ちょっとカードが長くなっちゃったね。で、本体と説明書と、あとウルフェスのチラシが入ってました。それじゃあね、遊んでいきましょう。本体はこんな感じなんですけども、大きさはね、まあ大きめのスマホみたいな感じかな。で、まあ大人だったらね、ガチッと全部こう手で持てるんだけど、子供だとここの部分ですね。まあ大人もここだけど、これ開くからね。ここがグリップみたいになって、こう持つみたいな。こんな感じですかね。で、ここにボタンがあって押すと、バカッと X って開くみたいですね。で、ここに丸ボタンと三角ボタンがあって、で、ここが、なんかライブサインとかのね、読み取りをするところですね。電池は単4電池が3本でネジ式になってるので、もうこれ入れてあります。で、電源がここになります。それでは早速ね、電源を入れていきましょう。初めて入れるので、何が起きるのかよくわかんないです。いきなりウィンウィン言ってますね。これどうしたらいいんだろう。つけたらいきなり変身待機みたいな感じ。とりあえずちょっと丸押してみます。 X から通信です。いや、私はウルトラマン X だ。一緒に戦ってくれないか。なるほど。丸を押したらね、 X から通信が入りました。で、これちょっとね、いろんなモードがあるみたいなので、今説明書を読みます。
とりあえず今説明書を読んだんですけど、この動画で全部を説明するのは結構難しいです。大きく分けると、この四角くなってるモードと、あとこの開いたね X になってるこのモード、この2つをね使い分けて遊んでいくんですけど、でまあそこからさらに単体遊び、そしてこのねスパークドールで遊んでいくやり方と、あとカードを入れるやり方だから、まあざっくりいくと6通りかな。スパークドール、カード、単品で、それぞれで開いた状態、四角い状態みたいな感じなので、だからね本当に多彩な遊びができますね。とりあえずね、単体遊びだけまずやっていきます。それではまずこの閉じた状態のデバイザーモードで遊んでいきます。で、電源を入れます。はい、こんな感じでふわふわした音が鳴るんですけど、ここにね、丸ボタンと三角ボタンがあって、これをね、押すことで、まあ、遊べます。で、丸ボタンが通信モード。で、三角ボタンが、警戒耐性モードだったかな？なんか、警戒モードになってます。じゃあ、まず通信からいきます。X から通信です。いや、私は、ウルトラマン X だ。一緒に戦ってくれないか？はい、こんな感じの音が鳴るんですけど、丸がイエスで、三角が、ノーなので、まあ、これでどうするかっていうのを決めるんですけど、丸を押します。はい、こんな感じでね、まあ、一緒に戦うってことを選択したので、こういうね、感じになってきます。で、ここでまあ、これを押して、開いて変身モードに移行みたいな感じかなと思います。次はね、いいえを押してみます。逃げるな！はい、こんな感じでね、怒られちゃいましたね。次はね、警戒耐性モードで遊んでいきます。ここのね、三角ボタンを押すと、音声が流れます。はい、こんな感じで、フェーズがね、1から5までランダムで流れますね。では、全部流していきます。ただいまの警戒態勢、フェーズ2、警戒レベル。ただいまの警戒態勢、フェーズ3、怪獣出現。ただいまの警戒態勢、フェーズ4、怪獣が街に出現しました。ただいまの警戒態勢、フェーズ5、緊急事態。はい、フェーズ4とフェーズ5になると、最後にこう、ちょっと効果音が入るような感じです。次は変身モードで遊んでいきます。まずはね、この上のボタンを押します。よし、行くぞ。はい、よし、行くぞって言われたら、ここでね、ライブサインを読み込ませます。ウルトラマン X とユナイトします。はい、こんな感じでね、音声が流れて、まあね、返信になるんですけども、うるさいな、これ。もう毎回これが鳴っちゃうんですよね。一応ですね、スパークドールスがなくても返信遊びはできて、これを押して、まあ返信モードになってから、丸ボタンを押すと返信できます。ただ、音声はね、ちょっと簡易版になるみたいですね。じゃあやってみましょう。変身した後の遊び方は、丸ボタンを押してもまたね、変身の音しか鳴らないので、こっち側のね、三角ボタンで遊んでいきます。こっちを押すといろんな音声がランダムで流れます。怪獣が現れたぞ。ちょっとやばいな。怪獣が現れたぞ。くらえ。怪獣が現れたぞ。しょわい。怪獣が現れたぞ。タイムアップか。怪獣が現れたぞ。怪獣が現れたぞ。地球人もやるじゃないか。はい、デバイザーモードと変身モードで遊んでいきました。次はですね、サイバーカードで遊んでいきたいと思いますので、もし興味のある方はまた見てください。それではバイバイ。サイバーエレキンズ起動します。